ーティストの前田由紀です。花屋なので仕事で使う花はもちろん、ちょっとだけ撮影使って戻ってきたお花とかたくさん飾っています。代表的なので言うと、このお花はカラーというスッと縦のラインが綺麗なお花、カラーです。あと、このお花がケイトウですね。ケイトウ、手触りがすごい面白いお花、ドライフラワーにそのままなるので結構長く楽しめるお花です。この水色のはデルフィニウムというお花で、いろんな方向に花がついてるんですね。そして咲き方も八重咲きで、すごい可愛いお花。夏場とか飾ると結構涼やかに楽しめます。この部屋のこだわりは、あの木の質感を感じられるっていうことで、床だけじゃなくて天井にもムクの木を使っていて、少しこう自然の息遣いが感じられるような部屋を作りました。地元の工務店さんにお願いしてデザインして設計したものになります。でここがちょっとこだわりポイントなんですが、小上がり あのスペースになってて3畳分ぐらいあるんですけど、今4歳ともうすぐ1歳になる子供を育てていて、次男が主にここでハイハイとかしながら遊んでいます。おじいちゃんが畳屋さんだったんで、畳職人だったんで、なんか畳をどこかに入れたいなっていうのがあって、で、ちょっとこういう小上がりな感じだとしっかり部屋として取らなくても、畳を活用できるのでここを作りました。とこれは一枚板のテーブルなんですけど、夫が独身時代に見つけてきたものになります。まあ、結構ね、なんか年季入ってきたんですけど、こうちょっと使い込んだ感じもいい味が出てとても気に入っています。このソファーと こちらのテーブルとベンチは福岡にある広松木工というところの家具になります。すごくすっきりとしたデザインでシンプル で機能美もあってとても気に入っています。これは長男が描いた絵にお花を長男と一緒にくっつけた作品になります。本当にただ好きに描いていいよって言ったら、すごいぐじゃ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 みたいな感じで描いて、でお花もボンドでなんか適当にくっつけただけなんですけど、結構本人も気に入ってたのでここに飾っています。キッチンはここから家族が見渡せるのを結構こだわって作っていて、ここからダイニングテーブルにいてもリビングにいても、こう小上がりにいてもなんとなく様子が見渡せるっていうのが、こう家族がいつもどこで何をしててもこうしっかり把握できるっていうのが嬉しいなと思ってこの作りにしました。私住まいが鎌倉にあって、鎌倉野菜がやっぱり美味しいんですよね。で農家さんで採れたての、これはハーブのパセリなんですけど、本当に地元で採れた新鮮な野菜を食べることができて、すごい美味しいですね。やっぱりおすすめが、もう我が家ではもう家族みんなが大好きなのがこちらのベランダです。全部開けられるので、開けると本当にそのままつながってるようにテラスに出て、部屋の一つみたいな感じでテラスで過ごすことができてとても心地よいです。よくなんかみんなでお茶をしたりとか、ここで座って喋ったり遊んだり、いろんなことをしています。結構いろんなの植えてて、すごいこだわって植えたんですけど、オーストラリア系のものがすごく多くて、これがメリアンサスといって、ギザギザの葉っぱが特徴なんですけど、すごいここの庭に相性がいいのかな、めちゃくちゃ育ってて、で今種がついてるんですけど、少し前まで真っ赤な花が咲いててすごい綺麗でした。あとシンボルツリーがこれティーツリーですね。ハーブにも使われてるんですけど、植えた時は180センチぐらいの木だったんですけど、少し前に白くてすごいふわふわっとした綺麗な花が咲いていて、本当に大切にしている木です。ここがレモンの木なんですけど、こんな感じでレモンの実がなってるんですね。これもうちょっとしたら大きくなって黄色くなって食べられるので、レモンって結構無農薬で買うと結構高かったりするんですけど、家だと無農薬で安心して使う分だけ取れるっていうのがすごい嬉しいですね。